はい、こんにちは、スプレアートエデンの梅ちゃんです。ということでね、今日はね、教会に来てて、カトリックの教会だよね。そう、カトリックの教会、ね、みんなね、ここにね、黒いなんか、見てみてこんな感じであるの。何のためにあるかちょっと聞きたいと思います。Se llama miércoles de ceniza porque no puedes comer carne durante una semana。ということで、なんかやっぱ教会カトリックのなんかで、こう毎年年に1回、うん、水曜日、どっかの水曜日でこれをやるんだって、うん、で、その1週間は豚肉を食べちゃいけない週があって、うん、ということで、今ね、うん、この説明受けたから、受けたから、もうちょっとやりたい ね、うん、やってみよう。私も子供の時は一回やったと思うんだけど、もう全然覚えてない。あ、そう、ちょっとやりましょう。並ぶよ、並ぶけど早いよ、早い。なんで黒なの？カトリック。俺の銃の方が綺麗。変な子じゃないの？うん、ちょっと連れて。なんでか知ってる？うん、性格が悪いから。そうなんだ。書くときに、あ、なんか言ってた。あ、なんか、そう、なんか言ってた。悪いことしたことは、うん、後悔しろって。うん、後悔しろって。そんなこと言ってたの？そう。後悔して、まあ今度は、なんていうの？悪いことしないようにね。悪いことしないようにね。ということで、面白いと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。あとコメントも忘れないでください。はい、アディオスアミゴス。アディオース。すごい、いいじゃん、いいじゃん、いい。真ん中だよね。真ん中じゃない、斜めだよ。え、隅が多いから。